みんな覚悟はいいか。そろそろレネギスに乗り込む準備に入る。その前に、レネギスとはどういう場所なのですか、ティオハリム。そういえば、ちゃんと聞いたことなかったよね。俺も聞いておきたい。俺は大昔のことしか知らないし、そもそも監禁されていたようなものだからな。レネギスはそもそもがダナでスルドブリが行うためのレナの機関拠点だ。それ自体が一つの都市であり、独立した社会を形成している。その社会は一言で言えば序列社会だ。そこでは精霊術の強さが非常に大きな意味を持つ。精霊術の強さで身分が決まるってことか。でもそれって生まれつきのものじゃないのか。訓練で多少変わるし、それのみで決まるわけでもないが、おおむねそうだ。ゆえにスルドやその候補者を多く輩出する家系はどうしても偏るし、そうした血筋は名門とされている。極めて弱い精霊術しか使えないために、ダナに降りることが許されなかった下級階層扱いの人々もいるわ。でもそんな彼らでさえダナに対する優越感は強い。覚えておいて。なるほどな。ティオハリムはスルドになるくらいだから序列が高いのは想像がつくけど、シオンはどうなんだ。シオンだって強い精霊術が使えるじゃない。ああ、そうか。精霊術の強さだけなら私も一応上位層に該当するわ。もっともイバラのせいでまともな扱いは受けてこなかったけど。悪い。気にしなくていいわ。あなたの思ったことをすぐ口にできるところは嫌いじゃないから。ちゃかすなよ。あれ、ひょっとしてロー照れてるの。照れてねえだが精霊術の強さだけで序列が決まるというのは本当は理不尽だ。人の価値はそれだけで測れるものではないのに。赤い女もレネギスにいるでしょうか。おそらくな。あれだけのことがレネギスで起きたのだ。ペレギオンからレナス・アルマを持ち去ったことと無関係ではあるまい。レナス・アルマがダナの搾取に使われているなら絶対に奪い返す。赤い女にも問い詰めたいことが山ほどあるしな。間もなく到着だ。念のため衝撃に備えたまえ。茨を解く手がかりもきっと見つかる。誰もいないな。星船同様多くの場所が自動化されているからな。それにスルドブリガ以外での利用は異例だ。私たちのことは気づかれているでしょうか。出迎えがないとはいえ警備はいるはずだ。油断すべきではない。なるべくレネギスの人たちと戦わないで済むといいけど。それでこれからどうする。赤い女にしてもレナス・アルマにしても今のところここにあるはずだってだけだろ。どこから探すか当てはあるのか。レネギスには王のみが立ち入ることを許された禁領と呼ばれる区画が存在する。そこへ行くべきだろうな。そこに何があるんだ。何があるかわからないから行くのだ。幸いここには王の資格を持つ者がいる。そもそもレネギスほどの巨大な構造物を変形させるにはかなりの力を必要とするはずだ。レナス・アルマを使った可能性が高いということかしら。そうだ。アルフェンの記憶によればレナス・アルマは300年前の儀式でも使われた。儀式の目的が何であれ
もしそれが今進行しているものと同じなら、レナス・アルマは同じ場所にあるかもしれない。赤い女と共に。だがレネギスのどの居住区にもそれらしい場所はない。となれば普段立ち入ることのできない区画だろうということですね。そういうことだ。しかし俺が王にされたのは300年以上前の話なんだ。俺がいたところで入れるとは限らないぞ。行ってみないことにはわからないのだし、可能性があるなら試してみるべきだと思うわ。そうだよ、シオンの茨のことだって何かわかるかもしれないし。わかった、どの道手がかりはそれしかない。その金量に行ってみよう。外にいる間に攻撃されんじゃねえかってヒヤヒヤしたぜ。前から思ってたけど、ローって結構心配性だよね。バカよ、バカ言え。俺はみんなのためにだな。大声出すと誰に聞かれるかわからないわよ。ここには何人くらいのレナ人がいるのですか？正確なところは知らないが、見た目ほどには多くない。大抵のことは機械とズーグルで賄っているくらいだ。やはりズーグルもいるか。気を抜かずにいた方が良さそうだな。レナ人の街っていうからにはいろいろ違ってるんだろうと思ってたけどよ。でもこれはそういうのとも違うよな。配置が土台ごと変わってしまって都市の体を成していない。何があった？もしかしてレネギス全体が形を変えた影響が内部にまで。あのくさびが降りてきた時か。だからって人が住んでる場所まで動かすことないだろうによ。自分たちの町だろ。レネギスの民のことなどどうでもよいということなのか。どちらにせよこれでは金領への道もわからないな。ひょっとしてテュオハリムか？アバキール、息災で何よりだ。やっぱり君か。だがなぜここに？スルドブリガはどうしたんだ？連れているのは一体ダナがどうなっているのか知らないのか？何かあったのか？知り合い？古い友人だ。なあティオハリム、君が連れているのはまさか。我々のことはいい、それよりここで何が起きている？それがさっぱりわからないんだ。突然都市の構造が動き始めてこの有様だ。そのうち王から何か知らせがあるとは思うが。アバキール、我々は金領への道を探している。心当たりはないか？金領へ？そんなところに一体何しに行くんだ？それは知らなくてもいいことだ。相変わらずだな君は。とはいえ見知った場所でさえどう行けばいいかわからないような状況だからな。まして金領となると。そうか、なら自力で何とかしよう。もうフィアリエには会ったのか？いや。そうか、彼女は変わっていない。いやむしろ。承知している。なぜ戻ってきたんだ？辛いことになるぞ。それも承知している。そういうところもちっとも変わらないな。分かったよ。
これ以上は聞かないが、気をつけろよ、デュオ。フィアリエって誰なんだ？ロウ。先ほどの話からすると、レネギスの住民はダナのことを何も知らされていないようだな。そうね、ここの状況もよく分かってないみたいだった。クサビは間違いなくレネギスから現れたのに。もう少し情報が欲しいな。住民に話を聞いてみよう。ついでに一応赤い女のことも聞いてみようぜ。金寮ってところに行く方法もだよ。私たちでは騒ぎになるかもしれない。シオン、頼めるか？そうね、その方がいいわ。私もやろう。デューハリム、セルドの資格はレネギスでは有効に働く。分かった、二人とも頼む。人々の暮らしをめちゃくちゃにしてまで一体何をしようというのだ。こんな町を、積み木を崩すような、これをやった者は何を考えている？ダナからの精霊力を受け止めてレナに送るためではあるんでしょうけど、何のためなんだ一体？スルドブリガのためならそんな必要はなかったはずだ。なんであれ、クサビが精霊力を送るのを止めたといっても、狙う理由がある限りはこのままでは済むまい。ダメだよ、またあんなことさせちゃ。金寮ってとこに行けば何かわかるかもしれないんだろ。ここでグズグズしてないで動こうぜ。ローの言う通りだな。俺たちに立ち止まっている暇はない。ねえ、レネギスの町って本当に最初からここで暮らすために作られたのかな？どういう意味？だってこんな大掛かりなこと最初から作ってなかったらできないよね。でも最初からそのつもりだったら町だってこんなことにならないように作ると思わない？確かにその通りね。そもそもレネギスがこんな風になるなんて私たちの誰一人知らなかった。この居住区は後から作られた。だとしたらなぜ？あ、ごめん、変なこと言っちゃった。気にしないで、見落としていた謎を指摘してくれるのは助かるわ。確かに今は解けない謎だけど、その答えもきっとこの奥にあるはずよ。シオン、うん、そうだね。やれやれ、ひどいことになった。死骸はこのありさま。ズーグルが制御を受け付けなくなったとも聞く。いかなることやら。あなたもどうしてこうなったのか理由を知らないの？うん、事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。お？あ、それより御身はイルル・ケリスケのティオハリム卿ではありませぬか？確かスルドとしてダナにおられるはずだと。いかにもティオハリムだ。多くを語ることは許されていないが、特別な任務で戻ってきている。全ては王の御心のままに。時ならぬ御身のご帰還、レネギスの変容、いやはや王の信望は計り知れませぬ。イルル・ケリスクは多くのスルドを輩出しておられる。こたびのスルドブリが御身の勝利を記念しております。最善を尽くそう。これはティオハリム閣下、お会いできて光栄です。私も前回のスルドブリガでダナにおりましたが、残念ながら我がスルド閣下の勝利は叶いませんでした。思った以上に奴隷が死んでしまって。そうか。失礼。あなた最近レネギスで
真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら。赤ですと？あ、いえ、覚えがありませんが、そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。そう。ちなみに前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない。変なことを聞きますな。今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か？いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。あなた大丈夫？あ、ええ、うちに帰れなくなってしまって、どうやって帰ったらいいかと考えていたところです。私もここから先に進みたいのに、行けなくて困っているわ。全ては王の御心のままに。とはいうものの、いつまでも下層民の私がこんな上層民の区画にいたら何を言われるか。気が進まないけど、やっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。何か心当たりがあるのかね。デュオハリム・イルル・ケリス様、なぜこんなところに？スルドブリガの最中では。私のことはいい。それより心当たりがあるなら聞かせてほしい。失礼いたしました。この先にできた壁に入り口のようなものを見つけたので、そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。私が確かめるから、君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせよ。よろしいのですか？私のような仮想のものに鋭閣下お自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来同じレナの民だ。ありがとうございます、デュオハリム様。いろいろ話を聞いたな。それでどう思う？やはりなぜ町がこうなったのかも、ダナでスルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか？以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれない。住んでるところがこんなことになってるのに、みんなやけに落ち着いてるよね。ああ、ズーグルが言うこと聞かなくなってるとも言ってたしな。本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているからな。全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王統治。一つ気になったのですが、今レネギスを統べているのは誰なのですか？無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を統ている。間にスルドみたいなのもいないのか？レナってダナと同じくらいでかいんだろ？レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか？言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを滑るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい、誰か本国に行ったことがあるものを知っているか？いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとすると、まさかレネギスの住民全員がそうなのか？どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのあるものは誰もいないかもしれないということだ。王その人を除いて。ですがそれだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか？王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです？アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。
どちらが真実なのでしょう。スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎ、レナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのは、どちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか。わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのか。だが確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなったのは、ボルラーンがここで儀式を行ったからだとしたら。待ってよ、それって赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナスアルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないようだな。王だけが入れるという禁漁なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。ええ、行きましょう。禁漁へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから禁漁にも行けるかもしれない。探してみようよ。レナの中にも身分制度があるんだね。住民は別にそれで不満も感じていないみたいだな。それでいいのか。いいも何もそれがごく当然のあり方とされてきたからな。君たちにも覚えがあるはずだが。支配されることに疑問を抱かなくなっていた。確かにな。ここの暮らしはダナのどの町よりも進んでいるように見える。十分な富がなくては理想の社会は作れないのかもと思ったこともあったが、あればいいというものでもないらしい。赤い女のことも誰も知らないみたいだったわね。本当にレネギスにいるのかな。もしいなかったら。まだ決めつけるには早い。目立たぬよう立ち回っている可能性もある。判断は隅々まで探してからにすればよかろう。デュオ？フィアリエ。フィアリエってアバキールってのが言ってた。し、なぜここに。まさかスルドとしての責務を放り出してダナから逃げ帰ってきたの？何も言わないのね。タルニガスを殺してまで手に入れた地位だというのに。あなたは殺した。ここには用があって戻った。話があるのであればその後にさせてもらいたい。そうよね、いつだって逃げるのがあなただった。7年経ってもダナで暮らしても何も変わらない。でもそれは私も同じ。この7年あなたを憎まない日はなかった。私を殺して気が晴れるならそうするといい。何を言い出すんです、ティオハリム。だが先ほども言った通り、用あってここに来ている。それが終わるまでは待ってもらいたい。あまたの罪を犯した身だ。ことが終われば必ずや君の気の済むようにすると約束しよう。こうやってすぐ逃げ出す。自分で死ぬ勇気もなく人任せにして。あなたは最低よ。
デュオハリム。先ほどは見苦しいところを見せた。あの人、デュオハリムが殺したって。君たちそれぞれに過去があるように私にもある。確か前にスルドの座をめぐって旧友と殺し合ったことがあると言っていたな。そのことか。私の罪はメナンシアでのものだけではない。それだけのことだ。あれは本気ですか？殺されても良いというのは。彼女にはその資格があるのだ。そんな。安心したまえ。スルドブリガを完全に終わらせ、メナンシアの共存を恒久的なものにする。それまでは死ぬつもりはない。気になる謎もまだ多く残っているしな。そうか、資格という意味では君にもあったな。デュオハリム。すまない、余計なことを言った。忘れてくれ。なんだか素敵な感じだね、ここ。ああ、住民の憩いの場とかそういうものらしいな。さすがレナの町、贅沢にできてる。何か気になるの、デュオハリム。ダナに降りる前、よく旧友たちと演奏に興じたものだ。まさにこの場所で、アバキール、フィアリエ、そしてタルニガス。昔のことだ。タルニガス、フィアリエという女性が言っていた名前ですね。タルニガスは私の親友、そしてフィアリエの婚約者でもあった。フィアリエは仮想の出身だったが、誰よりも優れた音楽の才能があった。その際に惚れ込んだ私が、階層を気にする彼女を説得してタルニガスとアバキールに引き合わせたのだ。幸せな時代だった。精霊術だの家柄だの一切関係ない。ただ美しい奏楽だけによる四人の絆だった。このレネギスで階層にとらわれない人間関係を築いていたなんて、やっぱりあなた変わっているのね。君の目から見てもやはりキーに映るかな。以前ならそうでしょうね。でも周りに従うのではなく、自分自身の心の声に従って友人を選ぶというのは素敵なことだと思うわ、今はね。それにそういうあなただからメナンシアの共存の素地ができたのかも。過分な評価で恐縮だが、私は自分の欲求に従っていただけだ。それにそれもこたびのスルドブリガが始まるまでだった。私とタルニガスはスルドの候補となり争うことになった。すでにフィアリエを愛していたタルニガスは、自分がスルドになることで彼女の階層を上げてやれると信じていた。そして事故が起きた。事故？タルニガスの力は私には及ばなかった。勝負は無難に決着するはずだった。だが必死の彼は手段を選ぶ余裕を失っていた。何か禁じ手を使ったのね。でもそれならフィアリエは、まさか彼女はそれを知らないの？言えると思うかね。恋人が友人に殺されただけでなく、しかもそれが自分のせいだったなどと。だから彼女の支えになるよう自分を憎むに任せたというのですか？それは逃げなんかじゃないわ。いや、逃げたのだ。ただ運命を呪い目を背けた。友の死にもスルドの重責にも耐えられず、その後のことは君たちも知っての通りだ。それでも
あなたがスルドにならなければメナンシアはレナ人がダナ人を虐げる悲惨な国のままだったはずよ。シオンの言う通りです。あなたがいなければ私だってきっと別のスルドの元で死んでいたでしょう。救われた者も大勢いるんです。ティオハリム、あなたがいたから私は今ここにいます。だから必要以上に自分を貶めて罰せられることばかり求めないでください。手厳しいな。だが心に留めておこう。ティオハリムは大丈夫そうか？だと思うけど、キサラもいるし。そうか、よかった。人を励ますのって難しいのね。一番大事なのはそうしてやりたいって思う気持ちだ。きっと伝わっているさ。そうだといいけど。レネギスの兵士だ。やっぱり戦わないといけないのかな。相手の出方次第だ。油断するな。やっぱり戦うしかないのかよ。待て、スルド、ティオハリもいるケリスだ。こっちへの脅威を排除する。こいつら自我を失っているのか。ここでやられるわけにはいかない。応戦するぞ。今の兵士、明らかに住民たちと様子が違ったわね。うん、話し合いの余地なんかない、問答無用って感じだった。スルドのティオハリムがいてもお構いなしだったな。うん、我々を明確に敵として認識していた。レネギスの中で脅威らしい脅威などせいぜい実験か何かで暴走したズーグルくらいのはずなのに。ガナスハロスの時に似ていた気がする。ボルラーンに支配されていた兵士や奴隷の様子に。以前のレネギスにはあのようなものなどいなかったな。私たちが来たのを快く思わない何者かがいるということでしょうか。赤い女か、王か、はたまたボルラーンか。いずれにしても気を引き締めた方が良さそうだな。着いた。ここから先が禁漁だ。壁しかないけどどこから入るの？王しか入れないって話だったよな。アルフェ、やった、開いたぜ。アルフェンに開けられたということはどうやら300年前と今の王は同じと見て間違いなさそうだな。何これは。アルフェン、あんたか。いよいよ奨励の儀は明日ね。あなたは王として、私は巫女として。体調に変化はない？何が王だ。俺はダナ人でずっと実験に次ぐ実験で人間扱いすらされてこなかったのに。
おまけに儀式だかなんだか知らないが、その時まで何をするのかも知らされない時だ。あんただって似たようなものなんだろう。よく平然としていられるな。確かに私も自分から望んだ役目ではないわ。でもレナの繁栄に必要なことだと言われたら受けないわけにはいかなかった。あんたはレナ人だからそれでいいさ。だけど俺は故郷からさらわれてきて戻るためにやむなしだ。それは理解しているし申し訳ないと思ってるわ。終わればきっと故郷に戻れるようにする。だから今はお願い、協力して。お願いも何も、どうせ俺に選択権なんかないからな。なあ、あんたは？ネビリよ。ネビリ・アイミリス。いい加減覚えて。ネビリはなぜ俺を人間扱いするんだ？他のレナの連中と違って。一つは属している世界は違っても役目を強いられているという点で私たちは似た者同士だから。もう一つはこうして話し合えていること。それは人と人の間でしかできないことよ。ならあなたに人として接するのは当たり前のことだわ。変わってるんだな。かもしれないわね。わかったよ。明日の儀式はやり遂げて俺はダナに帰る。それで終わり。あんたを信じるよ。他の連中の言うことじゃなく、ネビリ。今のは？みんな同じものを見たのか？ねえ、アルフェンと話していた人、シオンと同じ顔してた。ネビリなのね。ネビリ・アイメリス、彼女が。そうだ、本当にシオンとそっくりだった。アルフェンが混乱するのも無理ないぜ。それで我々は何を見たのだ？ただの幻覚ではなさそうだ。昔俺が実際にネビリと交わした会話だ。ということはあれはアルフェンの過去ということか？なんでそんなものが見えたんだ？まさかこれも赤い女の仕業か？うん、違うと思う。なんでだ？みんなも感じなかった？入り口が開いた時ダナの精霊力が押し寄せてきたの。そういえばそうだ、あれはくさびの奥で感じたのと同じ感覚だった。不思議はないな。くさびからはレネギスに膨大なダナの精霊力が送られていた。あるいはそれがこの奥に貯蔵されているのかもしれん。じゃあ今のはダナの精霊力が見せたっていうのか？なんで、何のために？そこまではわからないよ。意図あってのことじゃないのかもしれないし。シオン、大丈夫か？ええ、急だったから驚いただけ。あれが私の300年前の先祖なのね。ああ、そうなるんだろうな。あなたの方こそ大丈夫なの？俺が？誰が何のためにさっきの記憶を見せたにせよ、この先もまた起こるかもしれない。あなたは自分の辛い過去を見ることになるかもしれないのよ。過去をなかったことにはできない。それにもし儀式の正体がわかるなら、シオンの茨の正体だってわかるかもしれない。アルフェン。それに俺はずっとダナをレナから解放するために戦ってきた。だがそのレナにも嘘と抑圧があるらしい。なら俺はそれも解放してやりたい。そのためにも真実から目をそらすわけにはいかないんだ。ダナにいてもどこにいてもあなたは変わらないのね。抑圧する者に怒り、壁を壊す者、
それがあなたなんだわ。いいわ、進みましょう。すべてを知るために。ヤリ、どうやってここに。待て、なんだか様子が変だ。なんだ、なんかまともじゃなさそうだぞ。ああ、まるであの禁猟の外で遭遇した兵士たちのようだ。召喚した？バカな、彼女の力であのような芸当が。話は後だ、来るぞ。どういうことだ、彼女にこれほどのズーグルを支援する力はないはずだ。あのマスターコアみたいな石の力みたいだけど、なもの、彼女はどこから。とにかくまずズーグルを片付けて彼女を抑えるんだ。狙うは弱点だな。召喚インテは私に任せて。連携結つられて、テンペスタの強敵なら豪華爆発ファーストエイド連勝。やらせない。水の力発、無理をしないで。光の連携結私に任せて。水の力発、さらに打ち殺して。メルゾンローン、アルヘ、恵みの距離を、超エイド。水の力発、光を引き寄せ、恵みの光を。あとは彼女だけだ。フィアリー、私の声が聞こえるか。フィアリー、また何か召喚する気だよ。術者の力を上回る術は負荷が大きい。何度も使えば彼女自身が持たないわ。ティオハリム、すまん。やっとしたぜ。大丈夫か。ああ、気を失わせただけだ。そうじゃない、あんたのことだ。すまないが、彼女を治療してやってもらいたい。ええ、ただ目を覚ました時正気に戻っているとは限らないわよ。それにここ本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このままここに置いていくわけにもいかないんじゃないの。それは僕が引き受けよう。あんたアバキール、なぜここに。君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。タルニガスの死の話も聞いてしまった。すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか。これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。いいご友人ですね。昔からそうだった。常に一歩後ろに立って目立たず気を回しすぎるフィアリエにも気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか。彼女をけしかけた何者かが
こちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。君もだ。君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。タルニガスの死にしても本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそあなたはスルドブリガを終わらせようと思ったのではないですか。そうだ。そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。償うことなどできません。できないんです、ティオハリム。辛いことですが、死んだ人は死んだままです。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか。違います、その逆です。決して忘れず、でも生きるんです。死者のためでなく生者のために。生者のために。そうだな。俺たちはまだ生者の側にいる。何かできるとしたら、それは同じ生きている奴のためなんだろう。生きているということはまだ何かできることがあるということです。責を感じるというなら、罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務めか。はい。明日のために生きてください。昨日ではなく。そしてあなた自身もその中で努力しよう。でもまずは金梁の謎を確かめることが先だよ。シオン。おかげで助かった。改めて礼を言う。どういたしまして。フィアリエはやっぱり操られていたのかしら。操られるって誰にだ。赤い女にか。誰にせよこの一連の裏にいるやつだ。どうあれ、フィアリエの恨み自体は彼女のものだ。やり方が汚いよ。こっちが手を出しにくい相手を選んだってことでしょ。だがこれでレネギスのどこかに我々を敵視している存在がいることは間違いない。ええ、私たちに合わせて仕掛けてきたのだから。人の心につけ入る真似をするようなやつ、必ず見つけ出してやる。どうしたリンウェル。あ、ひょっとしてまた。うん、声だ。ダナの精霊力の意志。精霊力がどこから。しかも何か意志のような。Yeah!
今のが奨励の儀だが、それ以上にあれは何もかもなくなるような感覚。なんだよ、何なんだよあれは。破滅よ、間違いないわ。茨が見せるのと同じ、私たち全てを飲み込む暗闇。何もない空虚、言葉では到底言い尽くせない。だが確かにあれは破滅だった。あれが破滅。あんなものをシオンはずっと見続けてきたのか。ねえ、今のってネヴィリの記憶だったんじゃないかな。ああ、ネヴィリの心の声が聞こえたみたいだった。少なくとも俺のじゃない。あの流れ込んできた力、シオンの茨と同じ感じがした。あれが破滅を見せたんだとしたら、茨の正体はあの精霊力だとすれば、やはり300年前の出来事とシオンの茨には関係があったということか。いや、それどころか確信に関わることかもしれん。でもあれは、あの精霊力は一体。茨と同じなら闇の精霊力ってことだよね。それってつまりレナの力ってこと。そういうことになる。闇の属性はレナ固有だ。精霊力が集まると意志を持つという話があったな。それじゃあの破滅はレナの精霊力が望んでいるということなのか。なぜだ。わからないよ。意志と言ってもすごく漠然としている感じだったし、ダナの意志みたいに。そういえばダナの意志も精霊力だったよな。それがさっきから俺たちに幻を見せている。そんなのに深入りして俺たち大丈夫なのか。ダナの意志は破滅なんて望んでないよ。わからないだろそんなこと。よさないか二人とも。憶測で言い争ってもいいことはない。進みましょう。ダナの意志がなぜ300年前の記憶を見せてくれるかはわからないけど、それが真相につながるなら私は知りたい。俺もだ。これがネヴィリの記憶なら俺が知らないこともわかるかもしれない。戦い続けるためにも俺はそれを乗り越えないといけない。変なこと言って悪かった。行こうぜ。あの過去の幻、私たちに関わりがあることばかり。ダナの意志の仕業かもしれないという話だったが、どうなのだろうな。俺たちに何かを伝えようとしているのか。そういやさ、死んだはずのやつを見たとか、ことづかったとか、そういう話って結構聞くよな。幽霊の類と一緒にするのはどうかと思うぞ、ロー。いや、案外的を射ているかもしれん。人の思いや行いがさながら足跡のごとくその場所に刻まれるとしたら、そして関わりある者はとりわけ感応しやすいとしたら、それが私たちの見た幻の正体。ただの想像だ。ダナの意志の仕業かもしれないし、王や巫女の力が作用している可能性だってある。よくわからねえけど、精霊力がたくさんある場所ならあんな風に昔の出来事を見られるってことか。そんなにたくさんの精霊力が自然に集まることなんてそうないと思うけど。いずれにせよ300年も消えずに残っていたのだ。相当強い思いだったに相違あるまい。強い思いか。
ようやく茨の正体に近づいたようだな。はい、300年前の儀式がその原因らしいということもです。だが茨を解く方法はまだだ。この先で見つかるといいが。いよいよだ。ここに茨の真相、そして俺の過去があるかもしれない。それと向き合う覚悟。今の俺は過去がどうだろうと、シオンを救い、ダナを救う、とっくに決めたことだ。